名古屋市立の学校で、多くのルール違反が判明した PTA からの寄付の受け入れ。東海テレビの取材をきっかけに、5年間で備品など1億8400万円分を受け入れていたことが明らかになりました。その大半は、本来必要な手続きを無視していて、市の教育委員会は適切な寄付受け入れを徹底するとして、今日。 新たなガイドラインを市の公式サイトに掲載しました学校運営に必要な経費は寄付ではなく公費で執行することを原則とし PTA の自発性を損なうような学校からの働きかけを慎むこと保護者の負担軽減のため受け入れを慎重に判断することなどを明記しましたまた公費を充てられる支出の例として示されたものは 卒業証書入れなどの祝いの品や、感染症対策用品など、これまで PTA で負担することがあったものも挙げられました。えー、川村市長は、卒業証書の筒っぽは、まあ、一般的には必須いじゃないですか。あれは持って帰るときに。だからそういうのは学校のお金でやるようにすると。本当の 良心的にそうなるような筆でやいかんわねそもそも本当に気持ちで。